エアコンや愛の劇場、別れそして出会い、ベトプロパックジャパンの提供でお伝えいたします。私たちもう終わりなの？この9年間暑い日も寒い日も現場に出るとき片時も離さずに二人一緒にいたじゃない。それに私のことこんな改造までして、あんなものやこんなもの、いろいろな工具たくさん入れられるようにしてあって、それを便利便利便利だ便利だって、私のことなんだと思ってるの？ごめん、重いんだ。バッグだけに重いのはちょっと。はいはい、わかりました。じゃあその新しいバッグ紹介すればいいじゃない。どうも、くちょき YouTuber ひださんです。おふざけ動画が過ぎるよと。今回紹介するのはね、このベトプロパックジャパンがですね、販売しております。この、型番でいうところの OT-XL ですね。かっこいいよね。何せね、アメリカ製で、私、これ、持って似合うでしょうか。ほら、こんなにたくさんね、収納するところがありますよ。いいね。何を入れようかと迷っちゃいそうな感じですけどね。とりあえず一周ぐるっとしますか。メーカーさんが言う特徴としてはですね、取り出しやすいオープンツールバッグとなっております。人間工学に基づいたグリップ、持ちやすくて疲れにくい、それに底が安定して頑丈、汚れた場所でも使うのに問題ないと。中もね、こんな感じ。こちらのね、商品ね、もちろん概要欄に URL 貼っときますんで、おー、いいな、俺もちょっと見てみたいなって思う方ね、そちらから見てください。横にはね、ステンレスのホルダーがついてたり、他にね、こちらのメーカーのツールポーチなんかもね、そこに差し込んでね、持ち運んだりできるっていうこともできる。それにここにね、手持ちでね、運ぶとき、ショルダーのね、紐が邪魔にならないように、しっかりと固定できるっていうのもいいね。で、私がね、今まで使っていた工具バッグなんですが、カパスさんのね、このカパスのツールバッグ使っておりました。布製でね、軽いのがね、いいよね。で、ここにね、結構ね、工具入っておりました。それをね、これから、新しいバッグの方に移していきたいと。今、空の状態ですね。これにどれぐらい入ってたかというとですね、これだけ工具入っておりました。ザンっていうことで、これだけ、たくさん入ってたよね。はい、エアコン屋さんの必須工具というわけではありませんが、普段いらねえんじゃねえのっていうものも入っておりますが、はい、ということで、カパスのね、バッグにどのような感じで入ってたかというとですね、フレアマンを筆頭にさあ、こっから早送りしてみましょう。加速装置パート1マシン！はい、エアコン工事ヒデさん、エアテクチャンネルおなじみの加速装置が発動されると、あっという間にバッグの中に収納。はい、横の、ここにね、パテとかね、ちょっとパテよ。あとね、テープ類が入っております。そしてここに IV、そしてシュポシュポ、それにフレアーマンを横のサイドバッグ、コマはね、ここセンターのここに入っております。あとビス箱とかね、ハサミ関係、ペンチ類、あとここのサイドポケットには、バンドと、なんだ、包帯。カパスのね、バッグはね、この通り軽いよ。布製なんでね、割と軽い。このような感じでおっさん持って歩いておりました。どうだろう？モデルにはなれないね。はい、そして二つのバッグをね、並べて比べてみるとこのような感じ。こちらカパス。そして、新しい相棒、ベトプロパックジャパン。OT-XL。比べるとどうだろう？気持ち一回りとまではいかないけどね。横幅があるね。さあ、そしたらね、旧バッグから新バッグへの工具類の差し替えだよということでね、順番にね、移し替えていきたいと思います。まあ、工具バッグね、普段使い慣れてるものから、ブランドチェンジということでね、少しね、ためらいはありましたが、見た目がかっこいい。今回ね、企業案件ということでね、ベトプロパックジャパンさんからでね、お声掛けいただきまして、その中でね、ホームページ見ていて、これ、この工具バッグ使いやすそうじゃねっていうことでね、思わず、すいません、これ興味ありますっていうことで、メールでやり取りしておりましたが、ずうずうしくもこちらの商品提供いただきまして、本日の撮影に至ると。まあね、そんなこと言ってる間に工具類の差し替えは進んでおります。まあとにかくね、収納力が結構ありますよね。まあこの工具バッグね、アメリカ製ということでね、なんて言うんだろう、武骨、ワイルド。
そこがね、樹脂でできていたりしてね、割と現場でね、ドロドロのところとかあったりするわけじゃないですか。新築とかでね、まだ採石引いてないとかっていう時もね、そこもポンとね、置いておいても、染みてくるようなことがない。そこもいいんじゃないかなと思いました。で、カパスのね、バッグとね、比べた時に、まあ、頑丈、大きいっていうのもありますが、気持ちね、まあ、布製と比べると重いのかなと思いました。感じました。率直な意見ね。一応ね、工具類すべてこのような形で、まあ、収まって、でまだね余裕があるのかなというところですね。まああとね真空ポンプがねこのバッグにね入れて持ち運びできると良かったかなとは思うんですが、この真ん中の仕切りがあるからこれだけ収納力があるというのもありますね。長所短所ということでね。まあいずれにしてもね真空ポンプはいつも真空ポンプのバッグで持ち歩いてますんでね。まあそれは良しとしましょう。あとねこの工具バッグもそうなんですが、対象商品、ベトプロパックジャパンさんのですね対象商品購入いただくとサービスでね、もう一つポーチがついてくるというサマーポーチフェアというものもやっておりますんで、そちらもね概要欄に貼り付けておきますんで見てください。さあそしてこのサイドバッグに入っているこの包帯類なんかもねどうやって収めようかということで、どうしようか、このバンドとかね。はい、カパスバッグちゃん、今まで9年間ともにありがとう、2代目だけどね。はい、そして、こちらのね、おニューな新バッグ、新しい相棒、OT-XL。これから頼むよ、ベトプロパックのバッグちゃん。概要欄を見てね。いやしかしねこのバッグ本当に収納力がありますね。一応テープはねこのような形でホルダーに収めました。もうねこれ手放せない、いいんでないかい。見た目もかっこいいし収まりもいい、収納力もある。ちょっと重いね。うん、これ軽量化もう少ししていただけると嬉しいかもしれない。まあでも丈夫だよねこれね、アメリカンな感じで、これでね持って現場に急行ということでね、これからね現場でね作業していければと思っております。いやしかしねもう一瞬でねもう見た目どこにね何の工具があるっていうの分かるのいいよね。あと座りがいい、ぶっ倒れたりすることがないんでね、バッグ自体が倒れたりすることがない。これ何入れたらいいんだろう、鉛筆とか何を入れるんだろう。まあねいろいろまだね入れるところはありますが、いろいろ開発していきたい。おっさんモデルのようにこのような形で、どうもくちゃき YouTuber ひでさんですって感じでね。この荷物を持って、脚立を持ってこのようなスタイルで、よりね、仕事がしたくなるね。これかっこいい。本当にね。どうすか？このバッグあんまり持ってる人いないですよね。人と被らない選択、帽子は被ってるが腹が出てる。さあ、このような感じ。どうでしょうか、決めポーズ、決めポーズ、決めポーズ。あとねここにねコンベックス、スケール引っ掛けられます。そしてくるーくるー、ここにでも入れとく。まあいろいろね入れるところがたくさんありすぎまして、どこにしまったかわからなくなる可能性はある。まあでも一目で見てわかるから大丈夫か。最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ひでさん、エアテクチャンネルはベトプロパックジャパンさんからご提供いただきましてバッグの紹介いたしました。これからね、この工具バッグで現場に方々行ってですね、お金をちゃんころいっぱい稼ぎたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。エアいる、エアいる、エアいるさん。エアコン屋さんのプロ集団。詳しくは概要欄を見てね。